はい、おはようございます。バッテンヒーロー、バッテンヒーロー、そうです。皆さん見覚えありますか？マグロちゃん、大間に来ております。大間、今から後ろのなんか霊感なんていうのデミッキーかなんかを並べて、これで北海道移動します。大間ですね、すごい感じ、最北端、本州最北端、大間でございます。イメージ通りな感じです。まあ、冬は違うんでしょうけど。大間漁港でございます。さあ、バッテンヒーロー大間港を出ました。津軽海峡冬景色とはいきませんが、夏景色を皆さんに楽しんでもらおうかなと思うんですね。大間港ですよこれね。はい、石川さゆりさんのね歌が昭和50、僕も8歳ぐらいかな、冬景色、夏景色来てやっと何十何、ね、45年ぶりぐらいか来れた感じなのかな。まあすごいいいとこですよ、いいとこ、ね、これからまた北海道向かいますけど、また後でコメントします。今日はおとなしいね、なんかこう津軽のね、津軽海峡、もっとバンバンこう波がねしけてると思ったら、まあ夏だからね、これがやっぱり夏なんだろうね。なんかいいな、どうしても冬景色しかイメージないけど、素晴らしい北海道と青森の魅力があるね。なんかいいね、津軽海峡でございますよ。津軽、ね、マグロか連絡船かだった時代なんでしょうね。これはバッテンヒロミツ、バッテンヒロチャンネルのやつね、後ろ見ても結構ね、支笏湖に来ております。北海道支笏湖、最高、ほい、本当入りたいんですけど、まあ先があるので、じゃあね。